杉教授、杉教授、杉教授、1903年7月8日から1975年9月1日は日本の俳優、歌手。本名は杉貞介。旧芸名に杉慶に。戦前から戦後にかけての映画界で活躍したコメディアンで、戦前は牧のプロダクション、可愛い映画、日活などに出演し、歌手としてうちの房にがあるなど、 映画の主題歌も歌っていい。戦後は、脇役として、東映時代劇等に出演した。放映テレビプロダクションの創立者でもある。妻は、女優の金谷種子、長男の杉義和、次男の杉博之、四男の杉幸彦は俳優である。1903年、明治36年7月8日、福岡県福岡市地東町に、農林小職員の父、 天野藤三郎と母、さつきの三男二女の次男として生まれる。中学を中退後に上京し、新聞配達や給仕をしながら、東京音楽学校館大一橋分、教場声楽科に学ぶが、同校を中退して、小曲祭天活一座に加わり、遊楽座で初舞台を踏む。1 9 2三年、大正十二年、牧の映画製作所当時院撮影所に入社し、 玉木歌うたこの月人となる。翌1924年、大正十三年、牧野が、東亜キネマに吸収合併されたため、東亜紅葉を撮影所に入り、杉系二の芸名で、千葉踊るに、映画デビュー。同年公開の、踊れ若者で、初主演する。1926年、大正十五年、東亜から独立した、牧野プロダクション五室撮影所に、月給ロ円で入り、 杉教授と改名。同社出演で愛一作の、ある日のあだうち以降、大男の中根隆太郎とチビの杉のコンビで、糸の切れた、風船玉などに出演し、コメディアンとして注目される。その後、井上銀太郎監督、おりゃん、小判寺や小石英一監督、高線をほへた男などに主演する。1928年、昭和3年2月1日。 鈴木澄子と共に、牧野を離れて、河合映画に入社。その後、帝国キネマに入り、高槻玄子共演の、踊る幻影、森静子共演の、嘆きのとといったメロドラマにも出演。1931年、昭和6年9月からは、新興キネマに所属したが、1932年、昭和7年には、日活渦政撮影所現代劇部に入社。 やがて新設の玉川撮影所に移り、同撮影所、第一作の、夫を思えばに主演。その後は、星玲子とのコンビで、私がお嫁に行ったなら、裏街の公共楽などに主演。1935年、昭和10年には、覗かれた花嫁で題名の主題歌を歌い、人気スターとなった。さらに、同名の映画の主題歌、うちの女房にゃ、髭があると、 ジャズ中心蔵の主題歌、道行きシャンソンをビチヤツと共に、定畜で吹き込み、大ヒットした。1938年、昭和13年以降は、千葉康ス監督や、監督に転校した、島孝治作品で主演に起用された。1942年、昭和17年の戦時統合で、日活が大英に統合されてからは、大英に所属し、千葉監督の、 青空公共楽に主演する。同作の主題歌である、青い牧場を朝テルヨ、浅雲照与とのデュエットで吹き込む。検閲で発売禁止となった後に、藤山一郎、奈良三枝のデュオで再発売。戦時中の1943年、昭和18年10月に、杉教授一座を結成し、法学座で、旗揚げ以降、終戦まで、軍隊や工場移門に巡業した。 戦後の1946年、昭和21年、牧野正宏監督の粋な風来坊で映画界に復帰し、1947年、昭和22年7月に東横映画に入社。1952年、昭和27年4月からは、東横が合併してできた、東映の所属となり、とぼけた過労役など、前世紀の東映時代劇にコメディリリーフとして出演した。 一方、放映テレビプロダクションを設立して、社長となり、更新の指導と、劇団富士の育成に努めた。また、晩年は、夏メロブームに乗って、夏メロ番組で変わらぬ歌声を披露していた。1975年、昭和50年9月1日午前3時、心筋梗塞のため、セ田ガヤ中央病院で死去。72歳をつ、稲垣博士は、 杉教授について、日本の映画史に残る、喜劇役者だと、私は思う。いや、思うではなく、ぜひとも、日本映画史に残さねばならぬ、喜劇役者であるとし、万純や、森重も、個人の力はあるとしても、杉教授の作ったレールを忘れてはならない。日活時代の小歌映画の数々は、今も人々の心の中に残っていると、喜劇人としての杉を高く評価している。 稲垣がバンズマプロを去った時、杉は、牧野映画から、可愛い映画に転じた時であり、元役者だった稲垣は、杉教授の穴埋めならできそうだと考え、牧野に売り込みに行ったのだが、その途上で友人に会い、誘われて、木野笠映画連盟の助監督となったのだという。この意味で、杉は、稲垣にとって思い出深い人となった。日活で共に働くようになった杉はいつも、 主席で酔いしれて、わけのわからぬ冗談や、手品や、歌を歌っていたという。1941年、昭和16年、江戸最後の日を準備中に、杉は珍しく稲垣のところへやってきて、私の師匠の玉木歌子さんを使ってもらえまいかと言った。漢は大先輩の女優ということで、稲垣は、番妻の勝海舟の夫人役ならうってつけだとこれを、承知した。 この時、杉は、日活のスターということを忘れ、勘の付き人として、終始付き添っていた。これが縁で、杉は、番妻の、無法松の一生、1943年に、初めてのハゲ頭で出演してくれたが、この時も、小ミ和カズテルを、お願いしますと、口添えしたといい、このように杉は、人のために力となった、苦労人だった。杉が酔って遊んでいる時も、 喜劇で笑わせてくれる時も好きだったという稲垣だが、人の世話をする、杉君は、とても良かったと語っている。杉が劇団富士の社長となってからは、個人的に付き合うようになった。杉が突然亡くなった時、劇団富士から、社長代役の話が来たが、稲垣は、社長の柄ではないと会長の役を引き受けた。秋野での杉の代役を思いついたのが、この50年前のことで、 稲垣は50年後に彼の代役を引き受けるとは全く不思議な因縁であると杉を忍んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。